アメリカ政府は、日本へのトマホーク巡航ミサイル売却を承認し、議会に通知し、日本は、トマホークの2つのバージョンを各200発調達する意向との情報をキャッチしました。今回は、トマホークを、1年前倒しで、自衛隊の軍事力強化を詳しく深掘りしていきます。最新のブロック5を、400発希望していたが、安全保障の悪化を鑑みて、1年前倒しを希望し、結果的に、ブロック4とブロック5を合わせて400発を取得することになった。トマホークの射程は約 1600km で、日本の防衛予算は約3500億円と見積もられています。この2023年11月17日、アメリカ政府は、かねてより、日本が、取得の意向を示していた自国製のトマホーク巡航ミサイルについて、その売却案を承認し、自国の議会に対して通知を行った旨を認めたことを公表した。アメリカ国防総省、ペンタゴンの下部組織であるアメリカ国防安全保障協力局、DSCA は、日本側が、トマホーク巡航ミサイルの2つのバージョンをおのおの200発ずつ調達する意向を示していたとの説明を声明として発出した。このアメリカ国防安全保障協力局 DSCA による今回の声明では、トマホーク巡航ミサイルについて、仮想敵に対し、その防空能力の外側から攻撃が可能なスタンドオフ能力を有する兵器だとの認識を示している。そのため、トマホーク巡航ミサイルを日本が取得することによって、日本の防衛力は、現状と将来的な仮想敵国の脅威に対して対処能力を高めることになると、その取得の意義が大きいことを説明している。加えて、アメリカ国防安全保障協力局 DSCA は、日本がトマホーク巡航ミサイルを入手することは、インド太平洋地区における、政治的な安定と日本を含む同盟国の安全保障環境をより向上させることに貢献するとも述べている。アメリカという国家からしてみれば、日本にトマホーク巡航ミサイルを売却することは、自国の外交面での政策や軍事的な戦略における目標の達成に寄与すると判断しており、対中国を意識したものであることを伺わせる。今回のアメリカ政府によるこれらの動きは、2023年10月に、日本の木原防衛大臣が訪米を行い、その席で、アメリカ国防総省のオースティン国防長官との会談を通して、合意を行った内容を反映したものだと言ってよいだろう。もともと、日本側としては、2026年度から、トマホーク巡航ミサイルの最新鋭のバージョンである。ブロック5を400発入手することを希望していたとされているが、安全保障環境の悪化に鑑み、1年間の前倒しを希望したと召されている。これに対し、アメリカ側としては、トマホーク巡航ミサイルの最新鋭のバージョンである、ブロック5を、日本へ、2025年度から400発売却することは困難と判断し、半分の200発を、旧バージョンのブロック4とすることを落としどころとしたと考えられている。日本側としては、可能であれば、当然、最新型のトマホーク巡航ミサイルである、ブロック5を400発入手することがベストではあったと思われるが、アメリカ側の事情も組んで、折衷案を飲んだと見るべきなのであろう。トマホーク巡航ミサイルは、最新型のブロック5、旧バージョンの、ブロック4ともに、最大射程距離はおよそ 1600km ほどにも達するされ、亜音速で飛翔する能力を有しており、日本の一部の報道では、そこまで、性能に差はないと報じられている。こうした日本の一部のマスメディアの報道は、日本政府とアメリカ政府の今回の判断を、いささか好意的に報じようとする感も、なきにあらずと言えそうだが、現実的に可能な選択に落ち着いたということは、間違いないだろう。アメリカ国防安全保障協力局、DSCA が、今回、自国の議会に通知した内容は、トマホーク巡航ミサイル本体のブロック5、ブロック4の各200発の合計400発、管制システム、付帯費用の総合計で日本円にして、およそ3500億円ほどの金額となっている。ちなみに、日本の防衛省が、2023年度の防衛予算の概算の中で示していた費用は、トマホーク巡航ミサイル本体でおよそ2113億円、
艦艇搭載用の付帯設備の取得等で、およそ1104億円の合計およそ3217億円だと明記されていた。ここからすれば、今回のアメリカ側が示した合計額およそ3500億円と、日本側の2023年度の防衛予算の概算でのおよそ3217億円には、若干の齟齬が感じられるが、対象となる中身が少し異なっているためとも考えられる。今回、アメリカ国防安全保障協力局 DSCA が、今回、自国の議会に通知した内容では、トマホーク巡航ミサイル用の管制システムは14基分となっており、現状日本の海上自衛隊が、保有または新規追加建造が予定されている対象の艦艇数よりも多い数に思える。2023年時点で、海上自衛隊がトマホーク巡航ミサイルを搭載するとして想定しているであろう艦艇は、イージス護衛艦である金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の8隻の既存の水上戦闘艦が、まずその対象だと考えられる。これら合計で、8隻の既存のイージス護衛艦に加えて、今後追加で、2隻のイージス護衛艦の建造が予定されており、さらに、イージスアショアの代替を担うために、イージスシステム搭載艦2隻の新規建造もすでに決まっている。これらを合計した場合、既存のイージス護衛艦8隻、新規建造のイージス護衛艦2隻、およびイージスシステム搭載艦2隻で、総合計は12隻となるが、そうなると、今回の管制システムの14基分は、それを超えている計算となる。イージス戦闘システムを搭載する艦艇以外にも、トマホーク巡航ミサイルを、運用可能な MK-41VLS 垂直発射艦を備える水上戦闘艦を海上自衛が保有していないわけではないが、あまり現実的な案とは考えづらい。そのため残る2機の管制システムは、あくまで予備的なものと考えることが合理的にも感じられるが、現時点で明言することも難しく、今後の海上自衛隊や政府からの追加情報の開示を待って判断するしかないのだろう。さて、トマホーク巡航ミサイル自体だが、最初のバージョンであるブロック1は、1980年3月に水上戦闘艦から、同年6月には潜水艦からの量産型の発射に成功しており、これらは1983年頃から実戦配備され、ミニ、40年も前のことになる。こうした点を取り上げて、かつて、日本では、トマホーク巡航ミサイルは旧式な兵器であり、これを日本が調達、導入するのは、アメリカから、片遅れの旧式な兵器を、法外な値段で押し付けられると、揶揄する意見も多数目にした。ことに、近年、各種のミサイル兵器が、極超音速兵器と総称されるような飛翔速度を飛躍的に高めたものが登場すると、バージョンアップを繰り返して進化を続けるトマホーク巡航ミサイルといえ、と、亜音速であることを疑問視する声も増加したように思う。しかし、2022年2月に、ロシアによるウクライナ侵攻が開始され、その戦況が報道されるようになると、飛翔速度よりも、命中精度や数が効果に比例することが注目を集め、実戦での実績と信頼性を評価する流れに戻ったように見える。トマホーク巡航ミサイルの最新型である、ブロック5は、アメリカ海軍でも、2021年から実戦配備が始まった兵器だが、さらに、これに艦対艦、艦対地攻撃能力を付与した VA 型と、対地攻撃時の貫通力を高めた多弾頭型の VB 型が開発されている。日本が調達を行うのはオリジナルのブロック5であろうと思われるが、著しい速度で海軍戦力の増強を継続している中国海軍を考慮すれば、艦対艦、艦対地攻撃能力を付与した VA 型であれば、なお有用ではないかと個人的には感じてしまう。いずれにせよ非凡が今回入手を決めたトマホーク巡航ミサイルは、総数で400発とお世辞にも大量とは言い難い数量であり、以後は、国産の1人式地対艦誘導弾頭の能力向上型の艦艇搭載型を導入していくことが打ち出されている。日本が開発中の国産の1人式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、
ベースの地上発射型や航空機への搭載型など発射母体の多層化を実現し、その分野の中核兵器となるものだが、いかんせん実戦経験のない点は気がかりである。それでも国産化兵器ということで数を揃えることで一定の抑止力として貢献が期待されており、台湾有事やそれに伴う南西諸島の防衛には必須の装備となることは確実で、速やかな実戦配備に期待するしかないだろう。